ドラムのお手入れについて説明します。ドラム式洗濯乾燥機は密閉性が高いため、一般的に長期間使用すると洗剤の蓄積やカビなどにより匂いが発生しやすくなります。定期的に総洗浄をしてください。ここからはドラムに蓄積した洗剤カスやカビを洗い落とし、匂いの発生を抑える総洗浄の3時間コースの手順を説明します。2ヶ月に一度を目安に運転をしてください。なお、洗濯物は入れないでください。総洗浄には日立純正の洗濯槽クリーナー SK-1 をおすすめします。洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤も使えます。最初に蛇口を開けてください。電源入りボタンを押します。清潔ボタンを繰り返し押し、総洗浄を選びます。総洗浄を選ぶと同時に表示部に3時間が表示されます。スタートボタンを押します。スタートしてから約30秒から1分後に給水し、ドラムが回転し始めたら一時停止ボタンを押してください。ドアを開け、ドラム内に洗濯槽クリーナーを入れます。入れる量は洗濯槽クリーナーに記載の表示に従ってください。量の記載がないものは約 200ml にしてください。洗濯槽クリーナーや衣類用塩素系漂白剤をドラムに入れるときは、本体表面に付着しないようにしてください。金属部のサビ、プラスチック部の破損の原因になります。ドアを閉めます。スタートボタンを押します。総洗浄運転がスタートします。終了はメロディーでお知らせします。総洗浄の3時間コースでも匂いが取れない場合は11時間コースを行ってください。操作の手順などは取扱説明書をご覧ください。